マフィアの言葉を信じろというのは無理があるかもしれない。だが俺は誇りを持ってカポを継いだ。だからこそ譲れないものがある。人には誰しも必ず生まれ持った定めのようなものがある。その定めに巡り合うことができないまま人生を終える者も多くいるだろう。だが俺には定めが見えている。だから迷わず進むしかない。それだけだ。俺がやすやすと殺されると思うか。君たちは袋のネズミだ。そう焦るな。お前らの相手はこの俺だ。生きるも死ぬもどちらでもいい。あなたの役に立てたなら幸いです。俺たちは名誉ある男だ。無関係の者を殺すつもりはない。迎えに来たぜシニョリーナ。エスコートさせてくれるか。あまり泣くな。あいにく猫の言葉は理解できん。ファミリーの害になる目は素早く摘む。それが僕に課せられた役目だよ。殺したくなんてなかった。殺したくなかったのに。あなた、カポの連れてきたお客さんですよね。これ以上は何を言っても無駄だと理解した。部外者は出て行ってくれ。仕事の話だ。当然ね。すごいのよ、私たち。それ、もう死んでるよ。ここはただのカジノじゃない。お前には未来がある。死に急がな。神のご加護があらんことを。時が来ればわかる。ようこそ当カジノへ。お待ちいたしておりました、シニョーレ。すぐに迎えに優しくしてあげられる。俺はお前のことだ。ダメだ。俺のものだからな。それ以上言うな。何を失うことになっても。では私もお客様のお相手に戻るといたしましょう。